伸縮可能なスノーブラシ。この他ブラシが柄と平行についたものなど多くの商品が存在する。スノーブラシは主に自動車に積もった雪を払うための道具。棒状でブラシと板状のゴムがついている。車体に積もった雪はブラシで払い、表面で凍りついた雪や霜はゴムで擦り取ることができる。ブラシゴムは共に 自動車の車体を傷つけることのない材質となっているため、冬によく常備される自動車用品の一つである。スノーブラシは運転時の視界確保及びヘッドテールライトの視認性を向上させるために用いられるのが一般的である。全長6 0トルから7 0トルのものが一般的で伸縮できるものもある。 ブラシ部分は柄に平行についているものや、関節器具によって垂直についているものがあり、氷を削るゴム製やプラスチック製のヘラと柄の同じ端についているものや、お互い反対になっているものもあると、使用者の使い勝手に応じた、いくつかのバリエーションが存在する。中には、頑固に付着した氷を破壊するゴム製のハンマーが、ついたものもある。スノーブラシは販売店にもよるが、 一本をおよそ500円から1000円程度で購入することができるため、現在では家庭用除雪用品の一つとして冬の必需品と言われることがある。ありがとうございます。